はい、どうも、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はね、ちょっといきなりなんですけど、僕が事故に遭った話をしようと思います。ワンちゃんね、ちょっと、今日ちょっと留守番してて、ワンは泣くんでね、ちょっと抱っこしながらやろうと思います。実はね、事故といっても、今見てもらった通り、とりあえずね、そんな体に影響はないんですけど、ちょっとね、打ち身みたいなのはありましたけど、とりあえず、そこまで大きな、怪我というのはありませんでした。で、実はね、この事故というのもおかまね、おかまされちゃったんですよ。おかま、なんていうか、しかも結構大型トラックにね、おかまされちゃって、結構大変なね、感じの事故だったんですけど、映像的にはね、結構大変な感じの当たり方をしてたんですけど、バイクの方も、後ろからドーンと当てられて、僕ブレーキをね、多分ちょっと瞬間的に緩めたのかな、それで前に押し出されるような感じで、こう力が逃げてね、バイクも転倒するようなことは、特になく、なんていうかな、前に押し出されて終わりみたいな感じだったんでね。ただ後ろの方は結構ね、壊れちゃいました。で、その時のね、映像、僕ドライブレコーダーをね、ちゃんとつけてました。僕の場合は前と後ろで、あと左右、今回の場合は左右前方をね、映してるやつはもうほとんど関係ない感じになってますけど、一応ね、2つ、こんな感じ、この2機種ね、メーカーさんは同じメーカーさんなんですけど、以前使ったのと、最新型ね、買い直した分ということで2機種、あったんで、それをね、つけていました。で、そのやっぱりね、ドラレコはね、あってよかったなという感じは思いましたね。今回の映像を見てもらったらね、ちょうどね、近くにね、パトカーがいてたんですよ、実はね。だから、なんていうかね、パトカー自身も、おまわりさん自身もね、事故の現場見てたんで、そのドライブレコーダーが絶対証拠として必要だったかっていうと、そんなことはなかったんですけど、やっぱり細かなところでね、やっぱりこう、なんていうかな、記録されてるっていうか、正確な情報が記録されてるっていうのは、すごくいいなと思いました。ではね、実際事故の映像、ちょっと、ご覧ください。どうぞ。はい、どうも、いかがでしたでしょうか。結構ね、激しい、僕も知り合いとかにこう見せてってね、これ大丈夫かって、最初僕病院行かなかったんですよ。
で、やっぱり言っといた方がいいんじゃないのってね、この映像を見せたらね、みんなに言われて、でそこからまあ一応ちょっとまあ違和感はあったんでね、後ろのこの肩甲骨の後ろあたりね、なのであの整形外科はちょっと行って、だけどあの湿布とかね、なんか塗り薬とか、あとなんか炎症止めみたいな、なんかこう飲む薬とかを、もらってで、帰ってきて、まああとはもう日にち薬ということでね、まあ今10日くらい経ったの、1週間ちょっとくらい経った状態なんですけど、まあほぼね違和感なくなってきてる状態です。まあなんか気に、そこを気にするとね、なんかちょっと残ってんのかなっていう感じはしますけど、まあそんな大したことはないですね。はい、ということで、で実際皆さんね、映像を見られてどうだったでしょうか。これがね、例えばパトカーがいてないとか、本当のこうね、証人となってくれるような人が、誰もいてなくて、そういう場面で当て逃げとかだったらね、本当にもう目も当てられないような感じだと思うんですけど、やっぱりドライブレコーダーちゃんとあればね、記録としてちゃんと、残ってるんで、まあそれなりにね、こうなんていうかな、犯人探しみたいなのもね使ってくれるでしょうし、その後の、保証っていうのもねちゃんと得れると思うんですけども、やっぱりねいいなと思いました。でまだね、実は僕のバイクは帰ってきてません。修理中です。で保険会社のね、まあ一応本当のもうお釜っていうか感じだったんでね、なんていうかな、相手方の保険会社からの保証である程度直してもらえるということでね、まあほぼほぼ見通しはついて、まあ修理直って帰ってくるのを待ってる段階なんですけど、まあやっぱりねドラレコのところもちょっと破損してしまったんで、まあそれも買い直してちゃんとね、つけてい、こうと思います。まあなかなか本当にねバイクね、もうどうしようもない時はありますよね。今回の件もね、僕見てた感じではね、後ろのトラックもねちょっとスピードをこうね、僕が、もう次の信号ね、ちょっと変わりそうだなと思って速度落とした時にちょっと間離れたような感じで見えたんですよね。だけど結構速度出してるようなトラックだなっていうの印象があったんで、ちょっと気をつけてたのはあったんですよ、僕もね、もともと。だけど信号間近になってね、ちょっと距離空けてくれた感じがしたんで、なんていうかな、ちょっと僕も油断したんですよね。それでも若干ちょっと怖いなと思ったから、停止線はオーバーランわざと刺して、止まったつもりだったんですよね、まあ、それでも当てられちゃったんでね、いや僕もね、まあもうちょっとね、なんていうかな、気をつけといたらよかったかなと。僕より目線が高いから、当然パトカーいてんのも分かってたと思うんでね、信号変わりかけてんのもね、あれで後ろは多分行こうと思ったのか、もしかしたら脇見してたのか、まあどっちかだとは思うんですけどね、まあ僕はちょっとやっぱりパトカーがいててね、感じだったらね、やっぱり止まろうとしますよね。まあこれは微妙なとこだから、皆さんここでね考え方違うかもわかんないですけど、はい、ということで今日は僕が事故に遭ってしまった、その中でやっぱりドライブレコーダー、二輪、バイクの方でもね、ぜひぜひ皆さんもね、つけといてもらった方が多分、安全だろうなと思ってね、まあその啓発動画みたいな感じになっちゃってますけど、はい、僕がつけてるドライブレコーダーは一応ね、Amazon リンクの方も概要欄の方に貼っときますね。まあよかったらね参考にしてください。このメーカーさんね、すごくね、アフターフォローもね、よくてね、なんていうかな、質問とかあったらね、すぐね、回答してくれたりね、してくれます。あと、なんか修正とかあってもね、言ったらね、一番最新のファームウェアとかも送ってくれたりしたりね、結構本当に手厚くサポートしてくれます。あと、僕が気に入ってるのは、空気圧のね、やつ、まあ、最新型の F2 ってやつかな、なんですけど、空気圧がリアルタイムで表示されるというね、あれはすごくいいですね。今それもね何回かメーカーさんの方を言って、空気圧の設定値をね、いろいろ変更できるように僕の方がねやってほしいって言って、で今最新型で Amazon とかで売ってる分やったら対応してると思います。それでね、空気圧を自分でちゃんと設定して上限値、下限値で、アラームが出たりするってね、いう機能もついてますんで、まあよかったら概要欄の方また見てください。そしたらね、今日はこの辺で失礼します。さよなら。はい、さよなら。